2022年春、今年もステップに多くの新人教師が入社しました。入社直後の4月から2年間にわたっておよそ30回行われる新人2年目研修。一人の新人教師に密着してみました。今回が入社後初めての研修になるので頑張っていきたいと思います。今回の研修は入社して1年目と2年目の教師が対象です。そうだね、峠から B までが時速6キロになるんだね。研修の内容は事前に伝えられます。その後、教案の準備やシャドウと言い習わされている本番を想定した授業練習などに取り掛かります。そうですね、まずは先輩が授業している動画っていうのが見れるので、でそこの動画をまず見て、板書であったりだとか、まあ、事前に確認をするっていうので、で今実際にこのシャドウを通してここの言葉を自分なりにこう変えた方がいいなみたいなのを確認するのがやってますね。じゃあまず A から峠までの道のりってどうやって表現しようか。うん、ここを模しておいて、それは言い過ぎだな。大まかな流れを確認しながら、生徒がこう発言したらどう返すだろうといろいろなパターンを想定して、誰もいない教室で一人シャドウを行います。このシャドウが研修だけでなく普段の授業の準備においても重要となります。ということは、道のりとか時間っていうのも一回峠で分けて考えてみようか。内定者の時から何回も研修はあったんですけれども、今回が入社後初めての研修になるので頑張っていきたいと思います。ステップでは内定者の研修を実施していますが、今回が正式入社後初めての研修です。緊張した面持ちで出社します。おはようございます。おはようございます。授業はちょっとずつ慣れてきました。もう生徒の顔と名前覚えた？8割9割ぐらいは。8割9割、はい、10割覚えないと。たまにちょっと抜けてしまう時があります。頑張ってね。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ 3F 教室ね。はい、はい、じゃあ頑張って。はい、よろしくお願いします。開始までの時間ギリギリまでシャドウをし、研修に臨みます。いよいよ研修が始まります。ステップのルールの確認です。まずですね、18時から22時まではほにゃにゃらない。さあ、括弧に入るのは何でしょうか。深澤先生、何でしょう。おー、素敵。パソコンに触らないですね。ね、福島先生、これ何でだと思う。そうそう、そっちね。生徒を出迎えましょう、ぜひね。小学校の授業とか、それから今後の研修の予定としては、4月20日の水曜日に新人2年目の個別研修があります。それから4月22日は、地域別の研修がありますね。そして4月の27日にまた、今日と同じような形で、新人2年目研修、本部実施の研修があります。ぜひ皆さん一緒に頑張っていきたいと思います。では、よろしくお願いします。今日の研修は英語、数学、国語に分かれて行います。研修よろしくお願いします。皆さんと会うのは1ヶ月ぶりぐらいですけれども、ちょっと初回だからね、みんなの春季講習がどうだったのかなって軽く一言ずつ笑っちゃおうかなって思うんだけど、じゃあ1年生は持ち上がりクラスがすごく元気で、もうむしろ自分が引っ張られてるんじゃないかぐらいでできていたんですけれども、 1A の4コマ同じことをやるっていうところで、4コマ目とかもすごく僕なんか特色なんですけど、結構上手くなってるなと思って。おそれぞれが研修までの授業で感じた思いを共有します。
そして指定された単元の模擬授業へと移ります。ルート4ってこれ中身だけ見たらこれ何数の形で表せるんだっけ。分かる、分数。あ、だよね。じゃあこれさ、そのまま数字研修は先生役と生徒役に分かれて行います。もちろん生徒として聞かれた質問に答えながら参考になった点を頭に刻み込みます。人見頃か、うん、割ることの2、この計算と一緒だね。うん、ね、まず今日さ、どの文でも同じ動詞使ってるんだけど、水沖さんこれ何使ってる？ヘルプ。お、そうだね、ヘルプ使ってるね。水沖さん見て褒めて差し上げたい。いいね、そう、これヘルプ使ってる。必要なことで目いっぱいやってこれなので、あの一旦テキスト挟むのが現実的かな。授業をじっくり見ながら研修担当がアドバイスをします。いよいよ順番が回ってきました。お願いします。お願いします。じゃあ続いてこの問題やっていこうか。上りの速さが時速4キロ、こう書いてあげると、あ、上ってるんだなっていうのが見やすいよね。これで式を2つ立てれたから、じゃあみんなノートにこれ計算して答え出してみよう。で、1回で一緒に答えを出してる感じかな。そうです。うんうんうん、いや図綺麗だね。ありがとうございます。一点惜しいのが、せっかく総角だったら逆がいいな、早かったけど。うん。あー逆だな、逆だなとこの形になるから、その説得感があるのがいいね。気になったのは表手売りできたかなと思うので、今こうアドバイスいただいたことを自分でその生徒に直接授業するときにはできるようになりたいなと思います。まだ答えをみんな知らない状態で一緒に答え合わせしていこうっていう、こういうパターンでやっていきましょうかね。じゃあ研修では事前に指定された授業をベースに発展的な内容も扱います。今回主語ないけど、じゃあ私としようか。私がどこから名前を呼ばれるだったら、呼ばれる主役は誰？私。そうだよね、私が呼ばれてるわけだよね、はい、で、これじゃあ呼んでるのはさ、深澤くん誰なの？誰か。そうだよね、まあちょっと今回の文章ではいないけど、文章それぜひ勉強していこうね。以上です。はい、いやいいんじゃないですか。しっかりと自信持ってやれてるんで、ちょっと補足するとしたら、ちょっと一回じゃあ先生戻ってもらって、文の中での意味を考えようと。そうすると例えば遠くから名前を呼ばれる、これ自分が呼んだんじゃなくて、ね、人に何々されるっていう意味で使われてるじゃん、ね、だから人に何々される、これが何なのかっていうと受け身だね、こういう意味の意味で押さえていくと、ね、全部で何個教えることが好きなので準備も楽しくできましたし、研修も楽しく参加することができました。今回いただいたアドバイスを生かして、これからも生徒のために頑張っていきます。ありがとうございました。